IoT デバイスを管理する上でデプロイやアプリケーションの管理がもっと簡単にできたらいいと思わないか？そうですね。毎回の更新が大変なんですよね。もっとスムーズにできる方法があれば教えてください。その解決策として AWS IoT グリーングラスがある。これはデバイスのソフトウェア管理を大幅に効率化し、さらにエッジコンピューティングを活用して現場でのデータ処理を実現する技術だ。グリーングラスの具体的な機能を教えてください。 AWS IoT グリーングラスでは主にコアデバイスとコンポーネントという2つの概念がある。コアデバイスというのは実際の物理的なデバイスに相当する部分で、グリーングラスの機能を実行するメインのデバイスだ。なるほど。じゃあコンポーネントは？コンポーネントはそのコアデバイス上で動作するアプリケーションや機能の単位だ。これにより一つのデバイス上で複数のアプリケーションを独立してデプロイ、管理することが可能になる。各コンポーネントは独自の機能を持ち、必要に応じて追加や更新ができる。それは便利ですね。アプリケーションの管理がずっと楽になりそう。そうだな。例えば新しいセンサーデータの処理ロジックを追加したいとき、それ専用のコンポーネントを作成してデプロイするだけでいい。また既存のアプリケーションのバージョンアップも対応するコンポーネントの更新だけで済むから、全体のシステムを停止することなくスムーズに行えるんだ。デバイスの監視はどのように行うんですか？ AWS IoT グリーングラスはデバイスの状態やアプリケーションの動作状況をリアルタイムで監視し、問題が発生した際には即座に通知を受け取れるようにする機能も備えているんだ。これにより運用中のトラブルに迅速に対応できる。ドッカーとかも使えるんですか？その通り。ドッカーコンテナをコンポーネントとして扱い、デバイス上で直接実行できる。これにより開発環境と同じ条件でアプリケーションをデプロイでき、より一貫性のある動作を実現できるんだ。 AWS IoT グリーングラスを使うと IoT デバイスの運用が楽になって新しい可能性が開けそうですね。そうだな。 AWS IoT グリーングラスは IoT デバイスの運用を効率化し、未来のイノベーションを支える強力なツールなんだ。最後まで見ていただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。